2月4日生まれの君へ。誕生日おめでとう。優しいのは君なんだと思う。けれどその優しさはきっと君自身を深く傷つけてきたことだろう。君は誰かを傷つけたくないと願うばかりに自分を痛めつけ、自分を真っ黒にして、その心に蓋をして見ないようにした。けれど真っ黒な塊から怒りという炎が炭火のようにチラチラと燃えていることに、そろそろ気づく頃だろう。覚えていてほしい。君は怒りを表現していい。怒った君の顔は美しい。優しく妥協して笑ってみせる君の顔は、少しずつ歪んでいく。怒っているならもっと怒れ。違和感を感じているんなら、不当だと憤るなら、表現していいんだ。心の底からの怒りを表す君は、旋律が走るほどの美しさだ。君の情熱は、エネルギーは、山をも動かすほどの底知れぬ力は、その心の炎が原動力だ。現実を変えたいなら、その心を解き放て。誰に遠慮もいらない。僕がしっかりと君を抱きしめているから、君の瞳に宿る透明な光を、決して濁らせるようなことはしないから。最愛の人よ、信じていて。誕生日おめでとう。